猪木お寺は、滋賀県高架市江南町池田にある、天台宗の寺院。三号は札落山。本尊は、千樹観音。自伝によれば、大使が根本中道を建立の際、木材を求めてこの地を訪れたが、おろちが山にいて、樹木を焼き人々に害をなしていた。大使の夢に、おじが現れ、幸福線と発するおろちは、不可天心彦行飛行所尊心なり。 流法を禁じられ、これより、南山なちにす。と言って、姿を消した。大使は、観論の霊国を喜び、千術観音像を自作した。明人本尺の手法をしたところ、蛇はその形を変え、運営となった。これにより、札楽山、日お寺と合した。853年に、縁人が、門徳天皇の包直により、道具を再建したと伝えられる。この 日の字を日の木に変え、日の木を寺と改称した。かつては、日の木を舎の別当職として28委員六房を有する大事であった。英六以降、数回の陛下にかかり、宝永年間に龍寺山と直が再建した。また、安政年間に元空大和尚が現在の本堂を再建した。明治維新前は境内を接する日の木を神社の別当寺で、 これに、文殊院が接している。以下の2体が収蔵庫に保管されている。毎年1月1日から3日、2月1日、8月18日の5日間のみ、配管可能。ありがとうございます。